ス店でございます。めっちゃ寒いです。あ、早く入りましょう。ちょっと寒いのでね、着替えながら説明をしましょう。ここがね、恵比寿店でございます。2つの浴槽があります。こちらです。2人でね、カップルとかね、ご夫婦でもね、入れるようになってますね。寒い。なんか何こう、プレハブ小屋みたいな感じのお部屋ですね。じゃあ着替えて入ります。あー、高い。変な声出てる。おー、やばいです。これは脳死みますね。もうやばいね。冷えた体にこの温泉のね、温かさがめちゃめちゃ染みます。あー、あったまりー。まだ体が慣れてないからね。あ、ここでちょっとこう寝湯みたいな感覚でね、入れるんじゃない。熱い、めっちゃ熱い。こちらがね、恵比寿店という貸し切りの温泉になります。まあね、見てわかりの通り浴槽がね、2つ並んでます。同じものがね、ただ並んでいるだけ。これね、横になりながら景色をね、見ながら入る貸し切り温泉になるんだけど、冬の間は寒いから、ここにね、窓が設置してあります。ゆったりと入れそう。でも室内になってるから、そこまで。あ、でもやっぱ寒いな。やっぱり寒いわ。でも直接風は入ってこないからね、ゆったりと過ごせそう。前室の湯さんはね、本当に貸し切りのね、種類が多くて、ここでね、2種類目なんですけれども、5種類あるうちの1つはちょっとまだ完成していないらしくて、来年に新しくオープンする予定なんですけども、なんとね、ペットと一緒に入れる貸し切り温泉ができるそうです。ここの温泉はね、ペット同伴でも可能なね、温泉っていうのも売りなので、そういうね、ワンちゃんとか猫ちゃんとかさ、連れていけないっていうご家族の方とかね、一緒にね、温泉にも入れて宿泊もできるっていうね、もうすごく最高だと思います。すごいね、簡易的な作りだけど、これだけ雰囲気あるように作れるので、これいいな。なんかこう、あんまり作り込まれてるところもなんかいいんだけどさ、でもこういう感じのね、温泉もさ、雰囲気あって楽しいかも。なんかこれすごい、すぐ温まっちゃう。温まったらね、ここのね、休憩所みたいなところで休めばいいのね。冷たい、床が冷たい。今回は冬だけど、夏とか本当にこう緑が生い茂ってる時とかも、こう景色がね、綺麗に見えて、ここでね、休みながら入れるのは最高じゃない。暑かったり寒かったりする、冬場はね。
できたお肌源泉 100% の力すごいね。ここら辺のさ市販のピーリング剤とか使うよりもう全然ツルツルするよ。ここの温泉に毎日入ってるおじいちゃんおばあちゃんとかも肌ツルツルだろうね。いいな、羨ましい。眠くなってきた。これこのまま寝れるやつだ。暑くなったらこう雪を、あー雪浴びをすれば、あー冷たー。まだね貸切温泉2カ所しか行ってないんだけど、どこのこの雪をね全身で感じられて最高にね雪見温泉しています。いやいいね。ちょっと寒いけどこの温泉のあったかさが本当に体に染みます。露天風呂に行きます。次のね露天風呂も夜もねすごい綺麗にライトアップされててちょっと雰囲気良さげだったので、そちらの方は公式ファンクラブの方にお見せしたいと思います。そしてね次の日の朝になったらそこの貸し切りとあと撮れれば大浴場の方もね撮影させていただこうと思いますので、まだまだ動画は続きます。次の温泉も楽しみにしていてください。こちらが夕食になります。すっごい豪勢ですよ。こちらがカリカリ鍋、まあ、いわゆる豚汁だそうです。こちらが前菜になります。美味しそう。そしてこちらお肉ですね。あとはお作りと、こちらが雪見鍋だって、このなんかこう海鮮系のものがたくさん入ってますね。美味しそうです。それでご飯はこちらの釜飯です。まあ、ちょっと今ね炊いてるので開けられませんけれど、炊きたてをいただきます。あとこれがタラのちゃんちゃん焼きだって。ちょっとどうしよう、いっぱいある。この後もね、天ぷらが来るっていうことなんですけど、本当にね、食べきれないくらいたくさんのごちそうをいただきました。ちょっと時間がないので、早速いただきますね。いただきます。これ、分厚いマグロ。いただきます。待って、とろけちゃうんだけど、うん、まっ。俺らあんまり食べてなかったから、お腹空いてる。これ何これ、何だろう、このものみたい。うわ、プルプル、かぼちゃの茶碗蒸し。
うん、甘っ、うまい。電気焼けたかな。ルフィだ。これ初めて食べる、あのこの雪見鍋。いただきます。うん、うまっ。シチューにお出汁が入ってるみたいな感じのお鍋。おいしい。うん。ちょっとあと7時からね、あのお風呂なので急いで食べます。Thank you.